回多いですね、ポールジェスミン。おはようございます、ポルテです。本日は都庁ピアノに行きたいと思っております。僕は3歳の頃からピアノを弾いておりまして、ピアニストにとって最も怖いこと、アンプが飛ぶことなんです。人前で演奏するときにアンプが飛ぶことが最も怖く、それを今日はドッキリとして仕掛けたいなと思いまっちょ。で、そのドッキリとは、ヨミーっていうやつがおるんですけども、まあそいつ友達なんですけど、今日ね一緒に都庁ピアノに行く約束をしてるんですけど、果たして僕がアンプが飛んだらヨミーは助けてくれるのかというヨミーの人格を確かめる検証ドッキリとなっております。皆さんイエーイ。ヨミーならばさすがに年もね、ほとんど一緒なので、さすがにね、僕がアンプが飛んでピアニストがパニックしてる様子を見たら、さすがにねヨミーだったら助けてくれるんではないかなと思っております。まあ僕的にはもし友達がアンプが飛んだとしても、もし僕だったら絶対助けないんですけども、その様子をちゃんと収めて YouTube に出したら絶対伸びるので、まあ、僕としては助けないんですけど、まあ、優しい優しいヨミーだったら助けてくれるんではないかなと思っておりまっちょ。まあ多分おそらく何も打ち合わせなしなので、多分ヨミーがパニックになってる様子が画角に収められてると思いますので、楽しく見ていただけたらなと思いまっちょ。ストリートピアノで弾くのが怖い方やっぱいらっしゃると思うんですよ。いろんな方からカメラを向かれたりとか、やっぱちっちゃい子とかね、結構やっぱ途中で止まったりとか、まあ、パニックになっちゃうことがよくあるんです。しかしいいんです、それで。ストリートピアノっていうのは誰でも楽しめる、誰でもピアノみたいなものなので、ぜひその様子も含めて、もうね皆さん、いろんな方がストリートピアノに遊びに行けるに、ピアニストである僕が先陣を切って行ってきたいなと思います。それではアンプ飛びます。いってらっしゃいマッチョ。ヨミ頼むよ、ほんまに助けてよ、ちゃんと頼むよ、ほんまに。ヨミ頼むよ、絶対助けろよ、さすがにね、ほんまに頼むね。じゃあね、本当はね昨日ちょっと都庁に行ったんですけど、まさかの都庁の展望台が閉まってる日で、ね、上がれなかったので、今日行きたいなと思います。寝起きで絶賛顔がむくんでる、目がむくんでる。おそらくあれが東京の都庁っぽいっすね。久しぶりに行くので忘れましたよ。どうも、都庁でプロテインを補給する男です。タンパク質補給、プロテイン、チューズ。うまっちょですね、ポールジェスミン。同じとこしか弾いてない。ないんかな。アンプが。ああ、わからん。いていんかな、これ。わからん。
アンプが飛んじゃいました。すいません、アンプが飛んじゃいました。はい、というわけで、いきなり僕がアンプを飛ぶドッキリ成功しました。ヨミーさんがね、いやヨミーさんっていうかもうただのもうね同じような年だけどヨミーって言ったんやけどね、ヨミーがねまあ普通にね焦ってる様子がおもろかったかなと思います。お疲れっす。どうでした？あれはね、びっくりしますよ、誰でも。え、あの、ドッキリの名前言っていいですか？はい。え、あ、ドッキリだったんですか？あ、ドッキリだったんですよ。え、知らんかったっすか？いや、だって、なんか撮ってる方がさ、あ、なんか、あれ、お客さんもすごい空気になってたから、どうすればいいのかなって、そんな。いや、もう、ちょっとね、ドッキリとしてはもう、ピアニストが、アンプ飛んだらヨミーを助けてくれるのかっていうヨミーのね人柄のねドッキリっていう感じのやつだった。そう、ヨミーの人柄をねちょっと試そうかと。うん。嘘です、無事ね楽しかったね。いや、やっぱ良かったね。だからああいう感じが結構俺好きなんだよね。わかる？まあ良かったです。でもなんかお客さんとしてはヨミーが入ってきた瞬間から増えたよね。なんか一点視点しかなかったけど1個のカメラでしか撮ってなかったけど結構たくさんお客さんね見てくれとってさ、同じ俺がトルコ行進曲アンプ飛ぶシーンをずっと見てくれとってさ。そうですね、なんかつなぎだけは完璧だったんですよね。あのでもカメラワークがマジでやばかったですね。音だけ目つぶって音だけ聞いてもらったら意外と一人の人が聞けるように聞こえるかもしれない。ちょっとそこ見てみてください。いやありがとうございます。いやね、またね、あのヨミとはまた東京来た時とかぜひコラボしよう。コラボしてください、もうお願いしますよ。いや、こちらこそお願いします。え、しますしま、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 お願いします。まあ、ちょっと言ってくれんのかい。おい。OK、まあ今日こんな感じでね、あのストリートピアノのなんか元祖原点みたいなね楽しい動画が撮れたかなと思います。楽しかったね、普通に楽しかったです。いやぜひヨミーの概要欄貼っとくけん、ぜひどっちもチャンネル登録してください。それでは動画を見てくれてありがとうございます。マッスル？マッスル？違う違う。ありがとう、マッチョ。バイバイ。オッケめっちゃ楽しかったね。はい、楽しかった。ヨミちゃん、俺鍵盤が一つも余ってなかった。まあ、これがね、ストリートピアノの楽しさだ。おはようございます。ストリートピアノを見てたあの子供さんたちなんだけど、ちょっとね、急遽ストリートピアノどっから来たか聞いてみたいなと思います。おいまっちょ、どっから来たか。はい、同じとこ。これから期待の未来のピアニストたちに出会ったのでね。この子ですね。いや、違う。ストリートピアノはみんなが楽しめるところなのでね、これからもたくさん遊びに来て、はい、たくさん一緒にみんなでね、ピアノ界を盛り上げていこう。はい、じゃあ、イエーイ。じゃあ最後に頑張りマッチョにしようか。頑張りマッチョ。マッチョ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